セレッソ大阪の上條さときです。僕の場合は足の親指の方で蹴ってるので、まあ、蹴るときにしっかり足首を立ててこういう風に下から蹴ってあげるとうまく蹴れるのかなと思いますけど、つま先の方なのでちょっとある程度足首を固定しないと怪我しちゃう可能性もすごくありますし、そこはちょっと気をつけながら、はい、やってほしいなと思います。こうやってボールあったとしたら下から入る感じで足首を入れるんですけど、その時にこうじゃなくて普通は多分こうだと思うんですけど、この場合も縦から入っちゃうので、うん、その時にやっぱり足首がどうしても壊れちゃう人もいますし、固定しないとある程度ドライブもかかんないと思う、うんうん、はい、まあ、そこはちょっと参考にしてもらえればと思います。